と源氏の部分で違いが現れてる。まあ、メイがある分、何かかなりケアしなければ。ああ、地の振りだ、やっぱバレる。お互い地の振りだ。源氏がいる分、ニャムが結局これなのか今。フランカーが 裏からこのような形で、はい、潜めるので、まさにスカーレット、すでに潜伏しています。いや、ただこれはしっかりケアはしている。さあ、ポイントの中ではケース G、正面を見張る形。さらには現在2個に絡んでいるのがスカーレット。ここはしっかりとキルはしていきましたが、逆にデイジーがアッシュとして残っているので、はい、どうなる？一時ストレート？勝負をかけないとバレルは厳しい状況。さあ、そして飛び交うジローに対してパメロを与え続けるはケース G。 ここはワイドストーンに逃げ切ることには成功。ちょっと今日学校さんの声ちょっとちっちゃいか。アッシュに対しては圧はかけていきますね。バレルは。そしてクキー、ここで見事ゲームがでかく感じる。しかしスカルプがすかさずトレードキル。まだポイントはどちらも取っていません。そうですね。スカルト、スカルト、強いかっこよ、忍者すぎる。体力の少ないドッツをちゃんと忍者してる。できればニャムゲーミング、このままポイントの取得まであり得るという状態です。風切りでやってきて倒してすぐ逃げる。さあ、ニャムはここで一気に決めたい。いや、スカルト、いや、スカーレット、忍者してる、この人。ニコに対しての強力なプッシュ、この人忍者してる。まずはファーストポイント、ニャムゲーミング取り切ります。この均衡を大きく崩したのはスカーレットでしたね、はい、これだけいい勝負している間に3キルも1人でもぎ取ってしまうとすると、さすがにこれはニャム、サイトは取りますね。やはりフランクマスターのスカーレットがニコに対して相当プレッシャーかけていますよね。そうですね。まあ、バレルの構成は、まあ、フランクをするのは結構難しいので、やっぱりこれも一気に攻めていってますね。ドックス、オービタルレイ、そしてちょうど建物内から出ようとしたタイミングに対してのスパシャル。しかし、ケースを強引に返して、はい、キルを1キル返しましたが、すでに状況はニャムのものになっています。さあ、これはこちらでうまく吹き飛ばされてしまったので、キルはもう続きませんね。これで再び、うわ、ウルト1位ストレートか、はい、うまいな、ニャム。アルティメットアナイアレーションとオビダルレイの、ね、特徴としては ね、まあ、になってますね。チームできたばっかなんだけどさ、ニャムって。ただバレルと同じぐらい、まあ、同じような状況、チーム力が高いチームなんだよな、ニャムは。なんかね、チームがうまい。もうサイト、ここが強いっていうかは、チームとしてうまいんだよ、ニャムは。ウルトの管理とかその辺がすごくうまい。使いすぎとか全然ない。踏まれる可能性、最小限のことしっかりやってくるんだ。そしてスカルト後方に対して圧力をかけていたぞ。このタイミングとかも再びかけてるよ、スカルト。さすが正面では現在クラウド、オービタルレイを使ってのワンピック、ワイドストーを持っています。1人で突っ込んで、キル持ってくる。ボブの時間が終わってからの第2の矢はアナイアレーション。このアナイアレーション、あ、ただ突き飛ばしたことでスカーレットがやばい。いや、ただ KG がモザウキルでスカーレットがやばい。スカーレットがやばい。4人5人キルした。全員やったぞ、スカーレット1人で。これは免許回転源氏、この男は強すぎる、はい、間違いなくホカゲンジ。5人倒してるもん。そしてギリギリのところボブに踏ませる形を取るでしょうね。ボブがあるから、さあボブに踏ませていく。いや、今ちょっとわざとブロッキングをしてボブを踏まさないような形を整えようとしたんですけれども、ギリギリ踏めてますね。ギリギリボブが立ってくれました、はい。さあ、そしてポイント周りは一度引かざるを得ないドックスに対しては、うわ、ハイパーリングから、いいハイパーリング、ボブを仕留めに行く。ここはジュノ、そしてアッシュの2人をもぎ取ることに成功。バレル最終になりかけていたウェーブですが、さすがにね、ボブからの取り返しは成功。そうですね、2対5の状況から1人持っていくだけでもすげえな。もう処理していきましたので、はい、ここはもうナイスボブギリギリつなげていきましたね。いや、ただこの後 100% まで持っていくためには一度も踏ませてはならない。オーバーウッチ SJP ナンバーワン現地ではあるね、絶対試合展開にはなってますね。だいたい現地って結構味方依存するからさ、味方が一緒に突撃してくれたりとかしてキル取るんだけど、スカーレットは一人でもぎ取るんだよな。ですよね、間違いないですね。それがすごい。後方2個だったり、大体なんか単独で一緒にクキに対してのダイブしたりとか、非常に目立っています。だから阻害瓶入れてもらってとかナノもらってとかなんだけど、スカーレットは一人で打ち出している。さあ、しかしこの現地を見張るような形でクキ、カバーに来ました。クリフリーズが使わされた。さあ、お互いに鬼ごっこ、ラマットラ同士の鬼ごっこでぐるぐると回ってますね。どこを戦えばいいのか分からないという状況ですが、ケンジ強引な突破によって、ここはマネーションまで上がっている。さらにはブリザーバーさんがマジでうまい、使ってヤッキーさんがマジでうまいな。そうですね、ここは、はい、ただウルト、
取っていきましたね。ニャンノゲーミングはこういうところがうまいよね、はい、ここで無理にウルト返さないで次のウェーブでしっかり勝ちに行くつもりだもんね。どこ使って次のニャムのこのアルティメットチームとしてうまいんだよな、はい、ニャムは、まあ、物量で押される回っていうのが出てくるんですけれども、これやばいですよ。これ今2つ使いましたから、大体のチームさ、はい、こういう時にさ1人ぐらい返しちゃってるんだよ。次の当たり合いちょっとバレル側が全員ちゃんと温存してアクションを意思が統一されてるような形にしないとかなり厳しいかもしれませんね。デイジーも横に回れた。あったな、一度クリティカルヒットは食らいましたがボブ。そしてここからはアルティメットの物量、もはや暴力が始まる。やばい、龍拳来る。剣士ボンビが持った。しかし後方からうわスカーレット最低アマイエレーションラリースカーレット。さあスカーレット勝利の方程式はどうぞ。ダメだこの人、ニャムゲーミング強すぎる。これはニャムゲーミング5アルティメット放出で、さあここからビーチ構成は変わらず、いや2個が素性になりました。へえ、まあ、少しアッシュの運用は2個のプレッシャーが苦しいというところですかね。かなり限界に近づかれるような素性もやっぱありなんかな。そう爆戦しましたね。さあ一度ラマットラ分断、再びフランク気味の銀次を発見している2個。うわスカルト、どうかな。この源氏はまず一旦ニコはドックス対処しましたが、その間に、はい、今度は正面で、いやスカーレットがずっと強すぎ、ニコが落とされました。スカーレットがずっとニコから離れない、一人で倒す。そしてこのキルをきっかけにワンブイワン絶対勝つやん、スカーレットさっきから。あーニコここでもうちょっともうアッシュ打てない、ヒットスキャンは無理だと判断してのベンチャーへの切り替えですね。なんで 1v1 絶対勝つ。さあこのベンチャー1回も負けてないんじゃないまだ 1v1 誰にも。ちょっとニャム側からしたら全部倒してる相手がまあ1名減ったというか、ベンチャーはあまり狙えないので、まあ、別のプレイヤー特にミッドクラウドあたりに圧をかけていきそうですね。さあ最後取ってますね。立ち回りが気になるところ、まずは大爆付近の小屋、ゲンジとの対面を行っているニコ、そしてスカーレット、はい、この隙にサイドからの侵入です。そうですね。さあこのサイドからの侵入で、いやただこのラマ分断に関してはオーガー、これもうキリキリ取り出して正面、あえての正面突破、空中戦うまい逃げんの。そして見事な体力が少ない状況、さらには2個もかなり苦しいか、バロでまだ持ちこたえています。そしてラマットラ分断ですが、まだ高台からの着弾通っている。ギリギリ見事に2個対するワンピック、これすごい。ただこのヒール、このオービタルレーンのヒールやばい。ドックスの HP がモリ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 。ここからさあアルティメットの物量作戦どうなる、どうなる。ここで若干キルは返していますが、ラリーで強引に仕掛けた。見事しかしここは抜いた。嘘でしょ、スカーレット嘘でしょ。スカーレット、スカーレット、おかしい。この人もはや見えないキャリーすぎ、この忍者。いやもうあと少しではあったんですよね。ラリーがあと数パーセントでピント上がってはいたんですけれども、はい、このわずかな差の部分差し切りました今の場面は。さあこれは先ほどと同じような形、バレル 99% までは踏まれるような状況ではありますね。ただアルティメット有利はバレルだから、このアルティメットのアドバンテージはアナイレーションラリー分で優勢にはなってくるでしょう、はい、どれくらい使うかが重要になってきますね。事故のようなキルには気をつけたいところ。ミントここでラリー展開、ポイント回り。さあただバッシュで仕掛けられるような距離に敵はまだいないという状況。アナイレーションとなった。さあここで2個も合わせてプリギティ圧をかけてはいますね。ただミモザギリギリ持ちこたえているが、はい、持ちこたえてます。バロニアが逃げている、逃げている時間をギリギリ時間を稼いで稼いでミモザ耐えて耐えて耐えていますが、ワンチャン正面が正面も軽視が強い。ここはもうフルフルですね。バレルギリギリ打ち勝っていきましたが、ただニャム側がここからまたアルティメットをビルドアップしていくと有利な状況が、先ほどみたいにね、アルティメットを使わせる回を作らせて、まあ有利回を作っていくような動きをしてくるとは思うので、ニャムは 99% ですので、いや心理的に万人的な勝利というのも現在見えているニャムゲーミング。はい、さあまずは後続に圧力をかけた2個、テクトニックショックも上がっています。発掘調査始めた、始めましたがどうだ、うん、これは差し切るのはかなり難しい。ちょっと当たる場所に敵がいないが、ギリギリこれは1キル取りましたね。しかもサポート枠 これはもう十分といえば十分でしょう。さらにはこれ捨てるブリギットの部分に対してはここは無理せず引いていきます。そうですね、カバーが来たので、はい、さあただここでヒールがないからきそうだな、大変ですね、バレル。さあここで追加できる、ね、武器武器2人目はヘッドショット。
ってなるとアルティメットが、今の回はかなりいい形で集団戦を進めることができました。結構いい分か。ニャム側アルティメットのニャム4つ上がってくるからな。でも少しだけ中途半端で、次の回はアルティメットをこう使えるかどうか微妙なところですね。バレル側の仕掛け次第ではニャム側を封鎖することもできるので、はい、そしてパーセンテージ的にもギリギリですから。さあ、ネガンプアルティメット1つで取りたいところ、はい、ただこれ少し経つと逆にニャム側が4つアルティメット湧いてくるので、はい、絶妙な場面でありますね。バレル早めに仕掛けたいですが、早すぎるとこの後が怖い。さあ、ただニャム側もビルディングがほぼ全員 10% 切っている。あとオービタルレイ上がった。おお、リントクラウド。しかしワイドット、ここはいや、こうしない。引いて対応してますね。これはいや、これは明確な差となるか。さあ、バレル大ピンチではある。ブリザード、そしてオービタルレイカウンター。龍拳バット、クラウドは逃げられない。うわ、これはきついか。スカーレットの龍拳からケースに対して切りかかる。そしてミモザ、ミモザ機能重ねている。ニャム強っ。これ取り切ればニャムゲーミング、ニャム強っ。サーモンは勝ち切ります。強熱っ。タッチはした。さあ、ここからベンチャー、ちょっと強ない。時間は稼げるが、努力が上、浮上できなかった。完璧な回答、ニャムゲーミング 2-0 ストレート。下克上あるか。アタッカーサイド、ニャムゲーミング見ていきましょう。メインサポートはなんかルシオとかブリギットとか、まあざっくり言ったらなんかヒールが少ない系サポートみたいな感じでいいかもしれない。ね、そしてニャムはアナブリーウィンストンですね。いや、ここは明確に分かれましたね。まずはポイント付近での防衛を見せているバレルに対してハイパーリングを一度展開。ハイパーリングからの左中盤の仕掛けでしたが、思ったよりもまだニャムが引き気味でした。そうですね、今ハイパーリングを切ったことでニャム、まあ、攻めるチャンスだね。スカーレット、スカーレット、これは先にリコールを切らせている。追いつめてクキギリ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 になったが、ノックスがしっかりとカバー取れました。このカバー素晴らしいリアクション、いや、これはもうトレーサーミラーでまずは仕掛け成功しました。そうですね、サイド側でまさかのゲームメイクしていきましたね。ただこれはまだギリギリタッチできる状況ではあるので、バレル行くでしょうね。ダイナマイトを投げ込みつつ反撃のチャンスを伺っているバレル。ただまだアルティメットも絡まない手段戦です。さあ、ギリギリで行くことはできましたが、バレルここまたタッチしていかなきゃいけない。そしてやはりこのトレーサー同士のダメージレースではスカーレットが若干上回っていますね。スカーレットが強ない。スカーレットが強いって。敵を落として、なんでそんな強いトレーサーも。ポイント取得。ゲージだけじゃないんかい。スカーレットが作り上げた状況をデイジーが仕上げるだけ。いやー、見事な連携が決まっています。さようですね。視点がクソ強いよ、マジで。そう、さあ、そしてスカーレット、ちょっとガッポさん、これ、はい、おかしいぞ。高台干渉もできてるんで。そうですね、ただ、まあ、ここ長くは高台干渉はできないでしょうね、はい、まずは一旦下がってカード周りに人がいるので。ポルス、今ボロミアさん、これからやってて、どんな気持ちですか、はい、もうお願いです、ね、死んだくない、殺さないでってお願いしてます。ここは相当時間稼ぎをしたいはずなので、バレル早めに仕掛けてきましたね。さあ、ケースでレイジを切ってるぞ。レイジ切ってましたね。さあ、スリープでここは対応。いいスリープ。ここでドックスも遅らせてのレイジ。いや、ケースには体力がかなり削れている。いや、ただ、うん、うわー、お手玉が、ただオービタルレイが、はい、このレイジに対してはもう武士の形ですね、ほぼ。いや、そして、はい、先ほどのスカーレットの仕掛けというのがクキの激凛に触れてしまったか。はい、暴れてます、クキ、ただですね、今の回バレルアルティメット大放出回なので、はい、ヤムワはここから取り返し、うん、まあ、アルティメットをいくつ使って取るかというのが重要な回になってますね。さあ、クキのパルスボムしか残っていません、はい、さあ、まずはボムスタートデイジー。しかし、パルスタック、クキのクキだ。いや、これは状況がちょっと変わってきたぞ。有利なはずのニャムがこれ取れるのか、この回。しかし今度はスカルとクッキーに対してのサバキル、はい、ただここはまだ1トレードではあります。この後さあ、さらにはニコの立ち位置、かなり強めのポジションでしたが、今度はトレーサーが絡みに行きました、スカルと。さあ、ここで、うん、ニコが、まあ、いい位置を取ってますね。これ以上すな、厳しい。ちょっとニャムアルティメット、はい、これほどまで有利を取ってはいますが、やはり地形的な問題で攻めきるのは難しそうですね、うん、さあ、ただ今後はナノブーストなどを生かして仕掛けることはできるでしょう、はい、この回はかなり重要ですね、ナノブーストいった、ハイパーリングで引いていく。あ、ただこれはニコが孤立してるのを見て、
狙いにいきますかわせるかますが、カバー入りました、ね、逃げ切った2個いやー、スカーレット上手すぎそのパルススタックはもうどうしようもないですよねこんなのされたら今のところパルスで相当試合が動いています。お互いに動きすぎてますね。そこはクラウドカバーキルでしたが、ドックスのカバーでレイジ使いましたね、使っていますね、はい。さあこれはベロ止まりで大量な動き見せていますが、 KSG ちょっとこれは持ちこたえるだけの結果になりました。そうですね、時間稼ぎの形でクラウドのウルトが、はい、まあ、じゃあニャムは穴振りか、2目で構えてつなげていきたいといったことですかね。クッキーが入ったタイミングでのオービタルレイからの取り返しになるでしょう。さあただ今度はプライマルレイ使いの独占、オービタルレイここは強引に使っていった。さらにはウィンストに対して一度圧力をかけつつレイジを吐けようというプレッシャー。いやただデイジーがクッキーを落とした。そしてドックスが温存しているレイジーをここで2個を踏み潰し圧力をかけ続ける。さらにはデイジーボム、やばいやばい、2個は大丈夫か。おウィント熱っ、1キル返した、ケア熱っ。さらにはラリーも上がってるミント、しかもこれは噛み合っている、いや独占タイムが苦しい。ミントキャリーの顔つき、2個は体力フルマックス、ペイロード残り 3.7m はこれは押すのはもう厳しいですね。バーレル守りきりました。いや今の守りきったら熱いな。いや今2個よく生存してます。守れなかったらもう、そうですね、しかも終わってたね。第2を殴られながらベストポジションに配置していたので、はい、あれはちょっとニャム側からしたら押し切れない。ただニャム今回ナノブーストありますので来ましたね。ナノ来た。さあしかしゲージはレイジバーレル、うわ空気うますぎ、空気パルスを少々。ちょっとクッキーさん今回どうしたんですか、料理しすぎではないですか。いい料理が始まっていますが、はい、スカーレットパルスは今回はなんとか、いやケンシーレイジに耐えているか。さあこのレイジの発動した瞬間にバレル側がキル上回っています。現在バレル人数優勢、そのままクラウドスカーレット落としきりペイロードのプッシュは再び止めていきます。今状況的にはですね、結構危なかったんですよね。バレル側スカーレットがいい位置もう陣取っていたので、ここでウィンソンとの合わせで一気に崩れるかなと思ったんですけれども、はい、やはりこの茎のパルスボムの部分で位置掛けしたのが大きかったかもしれませんね。いやーちょっとこれはバレルかなりいい守りを見せていますね。第一相当なスピード感で突破されたので。さあすでに残り30秒切っている。再びプライマルレイジ、そしてラリー界が訪れるニャムゲーミング、はい、第2最終を切れるかどうかでブリザードワールド、この後の防衛変わってきます。ただ今回うわ当たりた先にラリーでカウンター、あこのラリーはおっつ素晴らしいラリーが決まった。ここは仕事人ミモザ、はい、さらにはこの勢いがニャム落ち切れると。そうですね、これはいけますね。プライマルレイジ、そしてラリーを踏んどり使い、うめ第2最終キルを十分落としたとか、先当てもうまかったけどな、クラドさんのまだ遅く、もう一人が粘っていましたが、ここでペイロードフィニッシュ。ちょっともう厳しかったですね。いや、オービタルレイに対してラリーを即時カウンター、逆に落とした形取れたのが非常に大きかったですね、ニャム。これはナイスカウンターでした。そしてクラウドが、うわぁ阻害ダイナマイト、阻害ダイナマイトでじわりじわりと、アマテラスカウントダウン決まりました。地獄のフォローです、はい。ただ次はバレル、アルティメットが大量に湧いてくる回ではあります。アルティメットの枚数的にはニャム側の方が少ないので、パルスが来るよ、うわミラクルプレイが一応だったんですが、スカーレットの日だ今日、これは出すんです。この男が止まんない。茎が動かし続けているところ、スカーレットも動かし続ける。さあ茎のパルスはどうだ、背中捉えているがここはクリアしない。ミントのラリー正面、ドクスに対してのスターン重ねていますが、ミントミントミント、うわーどうだ、太陽のあの振りです。どうなんだこれ。さあただドクスは体力が少ない、この状況はやったギリギリ耐えた、持ちこたえたかドクス。やったいや KSG の狙撃がギリギリで持ちこたえたバレル。スカーレット AV クッキーのエイム、そうですね、リベンジキル成功。サイトはどこれ触れるか、ドゥームでいけるか、ドゥームでギリギリ触れるかもしれません。いや触れそうですね、触りましたね、触ったところ、いやこれは一瞬どけ、いやきつい、これはもう通行量ですね。追加のタッチはボブ監視員が見張っています。おただこれはミモザがギリ触れて、ラリーで、いや触った、いや、いい粘りはしてる、
さあそしてデイジーリード、今回はクラウド落としていた。クラウドダブルキルで最終ペイロードタッチは許しませんでした。まあ、悪くない。結果ゲームゲーミングのペイロードプッシュは第3中間での終了。まあ、とこの第2 の、 あの開けた、マップ構造でのパルサートピードなどが非常に強力なので、うん、第2のことだけを考えたら攻め、こちらバレルの、まあ、ブリージュのかなり活路を開ける場面あるんじゃないかなと思いますね。いやいや、お互いにプライドマッチ、ニコとデイジー因縁があります。さあただこれ割ともう手前まで来てますね。寄せてますね。そしていやこれケージのポジションかなり強力ですよ。さあこれは上側、おわーただ引いて対応、全員で守り切りました。はい、さあ高台へのプッシュというのは一度失敗バレる。さあこれで一気に下がってますね。いやその穴ぶりであれば、うん、これ下がった後もナノをまあ育ててナノウィンストンで行くといった形が取れるんですけれども、はい、今回バレルはですね、受動ぶりなので、まあ、こちらの差の部分がちょっと次生み出されるかもしれませんね。若干アップミートに関しては穴の方が溜めやすい部分もありますので、ナノブーストが状況を壊す可能性があります。はい、さあドックス一応正面 KSG の飛び込みに対しての牽制、サイドにデイジーがいるのでここかなり読み、先置きダイナマイト、すごいタイミングダイナマイト、さらに建物ちゃんとそのタイミングプッシュすんだな、うまいな。遅れていた2個の部分が落とされています。ここ2個はかなりリスクを背負ってサイド行ったんですが、落とされてしまいましたね。ダイナマイトで完全に見張るんです。オービタープレイ使った、ナノブーストも使った。さあデイジー、うまいデイジー、今回はそのナノブーストをしっかりと期待に応えました。デイジー、お互いにここはデイジーうまい、アペとトレードになりましたね。さあこれで4つあるぞ。まだやむヒーロースワップなども行っていましたが、最初キャスディーにしました。キャスか、なるほど。ベンチャーも一応見せてましたけどね。さあただそうなりますとニャム側、はい、1枚分のアルメントリードが作り出される形になりますので、うん、さあこれはどこかでアルメント使わせる形を取らないとバレル苦しい攻めになりますね。正直第一かなり時間使っています。そうですね。さらにアルティメットのアドバンテージはニャムが誇っているという現状。クキパルスをつける先を狙っている。ヨキキさんうまい。イコールは切らない。パルスで、いやこれはプライマルレージ、はい、独占。しかし体力が削られているのは現実。KSG もレイジを返しています。ラリーを両者が抜いたタイミング、ミモザ、いやこれはレイジとレイジの相撲だ。いやただここは一旦下がりましたね。ヤムが4つ切って、バレルが3つ切ったのか。ヤムも弾を使い切ってしまったので。そうですね。おーちっか、おっとおっ2個、KSG 今のはクキと2個で作り出した。クキが後ろから仕掛けたタイミングでかなり強めに前に出ましたね。いやこれはリーダーとしてチームを引っ張る存在のニコ、はい、突破しました。素晴らしい連携でした。鍵穴をこじ開けるかのようなワンピック。さあ第一はまあそこそこ時間はかかりましたね。問題になってくるのは第二の突破スピード、うん、さあただブリザードワールド第二が本番です。はい、あここで KSG ディーバに変えていきましたか。なるほど、ジュノディーバで。さあジュノディーバかなりねハイパーリングで、はい、とんでもないスピードが出ると話題ではありますが、今このダッシュが今だったところでね、まさに早い仕掛けられるような勢いありますからね。もう一回来るぞこれ、もう一回来た。ワンブースト、いやここはダイナマイトで引いていきます。あ次ハイパーリング上がるタイミングのプッシュに注目です。さあ並ぶさあサイドスカーレット侵入しようとはしてますが見られちゃいますね。いやこれはどう一度体力は削られましたがバレル持ち直すことに成功。ナノブーストを使って踏み潰した。うまー、ナノブーストに攻めてきましたね。合わせ、ただこの間に実はカートは割と、うん、確かにだいぶいってるな。だいぶ進んでますね、はい、これとんでもなく押せているので、はいはいはい、これあと1回集団戦に勝ったら押し切りも見えてくるような位置までバレルは運べてはいますね。ただ問題はこの後 KSG が放置される人質取られました。これ時間稼ぎされてしまいます。いやだいぶ稼がれてますよこれ。これ相当稼がれます。
アルティメット上げることもできずに、かつ、まあ、落下する場所も非常に遠いので、はい、これもためようとしてますね。いやしかもメック召喚当たる寸前に、いやこれケア熱、メックは召喚できましたね、乗りました、はい。さあここはちょっと残した部分が逆に恨みに出たかもしれませんね。時間稼ぎはそこまでできませんでした。さあ結果としてあと1回集団戦に勝てばいいという状況のバレル、はい、さあただお互いに、はい、ピックアルペット、おっと見たレイウィンストンフォーカス、デイジーこれは一気に離脱しましたね。ウィンストンも退避しました。ラリーと同時ました。そしてラリーを完全に抑え込んでいる。オーケーシュ落としたボブ持ち、ニコ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 、はい、ヒール受けに行きました。今いやこれは素晴らしい。そして正面は KG が突破できるね。いやーデイジーあと 2% 惜しいねボブ。そしてチームキル、スポンサーテッドバイスティールシリーズ。2分20だったら全然まだわからんな。スカーレットゲンジ来た。これはニャムよりはタイム感はいいですね。今コーチガンでアップしたタイミングでクラウドの車線が取ったんですかね。リピアパックかがもらえたと思いますね、はい、今のは、まあ、もしかしたらクラウドの車線も同時に通って、うん、はい、ヒール受けだったかもしれません。さあ第3突入残り2分ほど、はい、まあ、ここはバレル側からしたらアルティメット相手に出させる方法どうしよう。びっくりした。じゃあただこのウィンストンの体力ですかね。この体力差を2個が仕掛けてボブ返し削り切るためのボブ。しかしナノブーストがある分今回の当たりはニャムヤミが優勢でしょう。そうですね。うわ阻害か、阻害やばいな。ただ1ストレードあったら1ストレード、はい。さあそうなってくるとニャム側も弾を使わざるを得ない形になってくるかもしれません、はい、弾薬には限りがあります。レイジとそしてラリー、はい、さあ素晴らしい阻害がワイドットミントクラウドに入ってありましたが仕掛け切ることはできませんでした。さあただこのレイジラリーは相手のアルティメットと交換にしたいのがニャム側の、まあやはりどうなるんだこれなりますので、はい、さあこの読み合いどうなるか。まだレイジが切った。このレイジで落としてないか。いけない。いやキャスティング。ニコが、ニコが、ニコが。ニコは限界です。さあこの状況。ドックスが一周してきた。はい、さあサポートアルティメットバレル上がりましたが、ここは一度引き切ることに成功。はい、まあここはもう吐かせる回になりました。ここで明確に。何も上げたいねこのワイドと。バレル決めるとしたらここです、ね。ここですね、はい。ここが一番のチャンス。さあニャムはここが一番耐えなくていけない。70%か。さあ武器があと 10% でパルス上がります。ラリーとしてさラリーバーサスラリーの勝負は見事だ。守りきりながらそしてオービタルレイの中に突っ込んでいくバレルの面々。やばいミント、ニコ消し。ここはやはりこれは熱い、圧倒的すぎます。ラリーバッシュ一つでは守りきることができなかった。そしてペイロードフィニッシュ。熱いね、ニャムゲーミング。そこをどけ。さあデイジーはまずはウィドウでワンショット。そしてミモザキリコ、キリジュノ、ですか、ジュノキリか。これは相手のちょっと構成を見てですね、はい、穴いるからか。フリーテの場合はスポートに来る場合はフリーテするんですけど、その間にも改良できるので。ゲシ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 、うわー、これは正面衝突の当たり合いで分断なども入っており、 KC に対しての火力というのは止まっていませんでした。ちょっといきなりゴリッと削れたような印象でしたね。凄まじい速さで突破していきます、はい、いやこのヤムのこのキリコピック、はい、ちょっとバレルの構成には若干刺さるかもしれませんね。まあ、このマップあまりサイドが取れないので正面同士での打ち合いになってしまうんですけれども、うん、まあ、サイドを取るキリコ基本的には多いですが、まあ、ただ穴に対してはかなり阻害にスリープを無効化できるので、うん、強気なピックですね。そしてニコはここでアッシュに変更していきました、はい、さあアッシュアッシュ、ここで違いが出るのはサポートの穴切りの部分ですね。さあこれでまずアップンダー阻害はどっちに入った、ね、うわ入ってる、熱い、はい、ただここで鈴、ね、さあただここは押し切ることはかなり難しい、うん、切り込むような強みがしっかりと出ています、はい。さらにはこのミホークの立ち位置から守り続けてはいるものの KC から限界が、おでかい変形分断デメシス追加まで耐えつつ、さあまだ正面腕を張っています。ただどっち、いやこれ持ちこたえられるだけで非常に大きいぞ。上がったやばい、オービタルレイやばいかも、オービタルレイやばいかも、ちょっとオービタルレイ、あすごいけどカウンターも熱いぞ。いやこれは厳しいか、前は使った、いや
シードが固まってしまったか。いやーきつい。守りきることはかなわなかった。そのままニャムゲーミング2個返したけど導き出しました。いやここはメインをバレル落としてしまったので、はい、あと数パーセントでブリザードであったんですが、クキー使うことなく倒れてしまったことで、そこの部分のブリザードスカーレットが差をつけていきましたね。いや、やはりこの初動の当たり合いにかなり早めに勝った上で、はい、アルティメットのビルドが早かったこともあって、早かったですね、うん、アナイアレーションオービタルに対してナノブースト1つしか返せていなかったので、ちょっとそこで差がつきましたよね。ちょっとそこで差がついて、そこからのブリザード差もまた出てくる、はい、キツネが、まあ、キツネにはブリザードかな。そして第1の坂上すでに始まっている。ここは手前が2人分断ですが、キツネバッテリーとともに入っていくゾックスに対してケイシ決めているミホーク。さあ正面の当たり合いでは現在ケイス知事スカーレットを落としきり、まさかキツネバッテリーはノンアルティメットで今しました。そうですね、そしてここボブで一気に下がらせる形ですね。ただこのボブ自体もキルは生み出せていませんが、この高台とちょっと下との戦いにすることができているので、はい、これはバレル側にとってはカウンターボブが来るぞ。これ気づけています。あ、ただボブの動線を作ったナイス反応のクキー。この壁は大きすぎる、ボブできんです。ただブリザードをかわしてる。ブリザードの方はボブに返す形で使って、まあ、前に出ることはニャムゲーミングちょっとできませんでしたね。オービタルレイが来る。オービタルレイ上からパスタードミット4人ヒット114ダメージが振りまかれていきます。高いですが、ここはアナイアレーションで壁は作ってはいますね。ゲージリーカウンターしたー。ラノー来たー。やった、素晴らしい鈴。ただいいコーチが、ただこれドックスが無理か。いやー、これはドックスさんも勝手にロックもされ、いや意外と壁で道を逃げれたぞ。なんとか引き切ることができました。ってなると次ニャムのターンだ。ここで攻め切ることウルトが強い。ニャムゲーミングできなかったので、次のアルティメットをめっちゃ上がってくる。このブリザード作業に似ていると思います。バレルはアルティメットありません。はい、こうなると、いやこれも屋根上から、いやこれは唯一アルティメットがたまりとも2個かなり効果してますね。2個から落とし、そしてブリザードでロックをし、第2への道を作った。うめえニャム。さあこれで、これはKSG を落としきればペイロードフィニッシュでしょう。ブリザード1枚だけ、この状況下で、うん、しっかりとニャムリスクを背負って次の第3攻略に向けて温存しました、はい、いやもう読んでましたね。2個ボブ上げないために、はい、もう屋根上伝って2個から完全に落としに行ってましたもんね。あれは明確にアルティメットを使っていない2個を抑える形でしたね。まあ、アルティメットまだギリギリ溜まっていなかったんですけれども、ニャム側からしたら、まあ、溜まっている、もしくはもうそろそろ溜まるだろうという読みでしたね。素晴らしい、はい、エンゲージでした。いや土足で屋根の上登ってましたね、はい。そして温存しているアナイアレーション、これは第3までこのまますんなり突破しかねない印象が揃ってますよ、はい。さあボブ展開は2個、しかしここは引き切れるか。引いて対応、これアルティメット返しません。いやアルティメットは一方的に吐かせた形、はい、アドバンテージをしっかりと獲得しているはニアムゲーミング。試合運びが冷静です。こうなると第1と同じ状況です。ゴールも見えてます。キツネ、やっただオービタル阻害で少しテンポは崩れましたが、キツネボブていく。キツネボブはラマストラにアナイレーション、失礼、ナルブストを回すことで、はい、耐え切っていく判断ですが、さすがに限界はある。ただここで耐えないか。壁山中 KSG を叩き割っていきます。均衡が崩れる。おいおい、いやこれやばいな。まだ温存するのかい。やアナイレーションもオービタルでかすぎ。そのワンピック一つのアルティメットのバリューが非常に高いのがニャムゲーミング。あ、ただこれ2個電子アナイレーション、ああただこれリスポンサー作れてますね。ただこのアナイアレーションとオービタルレイが結構エグいかもしれないです。いやー飛び交っていたクキを落としたオービタルレイで強引なエンゲージをするしかないか。ケイシもらってきた。さあこれケイシ結果まで我慢してはいるか。いやーきついか。返せません。惜しい。さあまずは明鏡止水で、以降は半蔵でそのままほう半蔵できます。2個半でいく、まあ、以前コロッセオでも半蔵を運用していた2個でしたが、その時はクワドラキルなど凄まじい活躍を見せました。まずはこの半蔵はキリコが見せる形。いやただデイジー左サイドでミモザ、そして右サイドではデイジーが見ていたので、はい、ちょっとバレルエリアが狭めでしたね。まだこの第一の時点で射線を相当広げていたニャムゲーミング、はい、リスクはあるんですが、まあ、キリコなのでリスクもある程度減らせていますよね。そうですね。いやしかもこの左手のキリコ、はい、あまり抑えきれてないので、KSG が仕方なく来ましたね、うん、はい、キリコは TP 使った後これを見て
正面、はい、詰めていきます。いやただ今のは、キリコを追い詰めるためにも変形使ってしまったので、うん、ここからは少しニャンダーも耐える時間は作れそうではありましたが、はい、そしてもう一ネメシスのタイミングで、うわースカーレット強い、抑えています。進行を抑えるような仮面、そしてスカーレットのワンピック、相当時間を稼げていますね。正直ニャム側からしたら2分ゴールをしているので、はい、まあ、集団戦を勝つ回数より、うん、カウントをずっと時間を稼ぐ時間の方が重要ですよね、はい、こういった戦い方をしているだけでもうタイムは上回ってきますから。そしてダイヤレーションケージめちゃくちゃ速いが、いやしかしこれ返しているぞスカーレット。スカーレットワンピック、ケース G も落とされた、ブリザード、いやスカーされてしまった形か。これはワンピックを取るためのブリザードだったと思うんですが、驚くべきことにニャム、ワンピックすらもされない。いやちょうど KSG が落ちたタイミングでのブリザードでしたが、はい、キル担当のプレイヤーが生存していませんでした。ニャムが前目で守っているので、はい、1人だけ落とせばいいんですよ、バレル側からしたら。ただその1人がとんでもなく遠い、やっと横の状態2個、あただついに落とした2個 OKC、 さらには3キルもぎ取ってようやくこの第1レートが言うと強い、はい、第1ウェーブ、ただニャムまだ3つあるんだよね。もう残り1分40秒第1でかなり時間がかかる、ウルトが多いんだよなニャムの方が。ニャム側アルティメットもしっかりと残している、うん、これね次の集団戦バレル相当なこう事故を起こさない限りは負け回にせざるを得ないかもしれないような状況であります。いやでもこれ長引いたらもう次バレル2個、わーっと2個、これだこれだこれだ、半蔵の強みが出ています。まずはワンピック、しかし手前2個が7ブーストワンピック2個が2個の限界の体力はドクスが抑え切ります。さあここでただニャムはダイナマイトが良かったな今の1枚だけ。いやこれこの状況下でニャムアルテート1枚だけ戦えている、うますぎんか。いやこのコントロールっぷりですよ、まあ、チームがニャムゲーミングしっかりしてるな。ニャムウルト管理めっちゃいい、はい、第1で守ってる使いすぎがないわ、それほどまでに、次ラストウェーブじゃない、守備を見せてくれています。このアルティメットの我慢比べやむあまりにも丁寧、そして精密ですね、さあ残り30秒最終ウェーブです。最後の当たり合い、しかもアルティメット優勢はニャムゲーミング、ニャム4つ上がるぞこれ、バレル事故を起こすしかない、先ほどのような事故を、はい、どこかでワンピック誰かが取るしかないというタイミング、しかしその時間を使わせないのがニャムゲーミング。さあしかし鈴扱された、ただハイパーリングも使っています。さあバレルアナイレーションまもなくあがる、めっちゃニャムがウルトが強すぎ、4つあんのえぐい、鍵を握ってるでしょう。いやただこのブリザードが、ブリザードやばい、ケンシーが、ケンシーが限界状態で使っていますが、こっちだカルトダブルキル、オービタルレイ、やば強いよニャム、完璧なゲームプランだ、やばマジか、これは素晴らしいニャム、間違いない、サーキットロイヤルの帝王ニャムです。ラマ、ラマ、ラマ、あ、ただ KSG 今回ラマではない、ディーバですね、はい、さてです、ね、トレエコー頑張れ、そしてゲンジアッシュ、さあバレルはこちらもうガラリと変えましたね構成、うん、なるほど、トレエコーでちょっとデイジーアッシュかなり打ちづらそうな工程ではありますね、距離感的にも。ただこの最初の当たり合いは打ちづらいですが、はい、うん、早っ、最初の当たりを超えるとポジショニングしやすい位置も出てくるので、さあポジションを抑えられているのは現在ニャムゲーミングですが、はい、ここからかなりこのディーバを警戒してますね、うん、ディーバハイパーリング、ハイパーリングは常に設置済み、さあファルタートピードの圧力も凄まじい、これをよくカバーはしているニャム、ギリギリ持ちこたえたぞ、いやただやはりこれを繰り返しているといつかは事故るのではないのかというニャム側の圧力を感じますね、はい、さあそしてスカーレットも一度追い詰められましたが、ここはケア完璧です。さあまずはこれを繰り返しています、ハイパーリングはまだ、はい、いやもうニャム側は自分たちが仕掛けるの難しいですね、うん、ディーバがブーストを持っていてハイパーリングも湧いてしまうと、はい、一瞬でデイジーが落とされてしまうので、あーここでファーストピックアスカルト、
この睨み合いのところでデイジー、スカーレット、キルを生み出したスカーレット、そしてチャンスを生み出したデイジーでしたね。いやー、唇を切ってからは非常に短いキルタイム。いやー、これはよくぞニャム我慢しましたね。相当待ちでしたね。もう相手の動きを全員でヒールしてデイジーを打たせる、そこで掴み取ったワンキルでした。さあ、ただここでちょっと問題になるのが、ブリギッテのアルティメットさ、かなりありますね。確かに、はい、まあ相当ですね。これ相当あります。しかもね、ダウンレイスタート、オービタルレイでワイトとはまだ返さないか、返さないか。いやー、ただこの間におっと、流回スカーレットがキルを取った。逆に、しかもただここは一応ロボットの方はプッシュしているので、はい、ルが、ロボットの距離とアルティメットの交換になりましたね。そうですね。そしてクラウド、これは逃げ切れてはいる。クキー、そしてメック乗り直す抵抗、コピーを展開、オービタルレイに対してはコピー、そして自爆を使ったタイミングで、しかしスカーレットの流剣、ここはクラウド見張ってはいましたが、大パックを回収し、戦線復帰のスカーレット、これは抑えきれませんね。少人数戦KSG カバー、これまだ少人数戦はお互いに目がある状況ですが、はい、機械が押されているのがかなり厄介ですね。そうですね。この後の当たり合いではミントのラリーが上がりました。はい。さあ、ただニャム側はこういったプッシュモードによって超強力なアルティメット、アナイアレーションがあります、はい、ありますね。さあ、まずは建物の上からクキの牽制、クキは今度はファラに変えています。さあ、このファラ、デイジーの車線さえ気をつければかなり暴れることができそうですが、さあ、いい位置いるぞ、2個取れた、アスポーカス、バースは2つ。さあ、ただこの間に正面は相当なそして圧ですね。これは現地を守るようにアナレーション展開、ミント、落としたミントは素晴らしいミモザのワンピック、そしてアナイレーションを生かしてダメージレンズは勝っているものの、いや、KG ワンピック返しましたが、メックが剥がれました。さあ、これまた譲ることになりますね、うん、さあ、結果ロボットの主導権は再びニャムゲーミングが取り切っていきます。いやー、先ほどから、まあ、集団戦自体お互いに取って取られても繰り返してはいるんですが、若干やはりニャム側の方がいい形でロボットを押せてますよね。さあ、あと少しで中間地点が到着してしまいます。ファレルあと1回で、一回集団戦負けてしまうと中間地点に行かれてしまうので、はい、ここ絶対に勝たれてはなりません。そうですね。さあ、KSG はウィンストに変更です。さあ、ここでデイジーに対してのワンダイブ、さらにはニコもこれを見張っているが、ここはフィジカル勝負、一緒のショーパックを回収しての急戦となりました。いや、ただこれは中間地点は行きますね。いや、到達しました、はい、さあ、サテライト、いや、ただこれはオービタル、やはりハイパーリングで引いていくか、ただ後方にニコがいるので下がれない、引き切れませんでしたね。剣士、これはニコダブルキル、ドックサ取って、たださすがにこれはバレル取る、全員でフォーカス、バレル一度中間こそ触らせましたが取り切ることができました。はい、ここ集団戦勝ち切りはできましたね。一応ロボットの位置的にも、うん、全員、ま、前脇じゃないからバレルからしかラッキーだね。チームキルを発生することができればバレル中間地点まで行けるんですが、はい、次はニャム側のターンになりつつあります。アルティメットがバレッジどう決めるんだろう。これ、このアルティメットが湧いた後、ニャム側が仕掛ける前にバレル何かしら有権だな、こうやな、難しいアルティメットばかりですね。バレルが、いや、そうですね、バレッジであったりパールスであったり、はい、決めるのも至難の技。そしてここをビルドさせるともうニャムは3つフルフル、うん、さらに時間かかると5つも上がってくる。これちょっとハイパーリングとバブルを見た後のタイミングです。一度バーレルは距離を引いてセットアップの時間です。ボブも上がった、龍拳上から来た、どうしよう、スカーレット、さあドックスダブルキル返して龍拳の結果はどうだ、切りに行くウィンストンを、いや、KSG レイジ切った、レイジ切りましたね、この少人数戦行く判断、ただ、とにかく打つ行動を完全に制限されている、サポートがいねんだよな、打っている中で、いや、これは KSG 厳しいですね。大パック回収とはなりましたが、まだ3対3の盤面、アルティメットでの差はつきませんでした。ここでワイドット、クキを打ち落として人数優勢、ローエルスのスカルットも、ここはワイドットが守りきっています。いやー、うわー、熱いな、ニャム側が大きいのはアルティメットはそこまで数は使っていない、
まあ、ゴリアにしたのは現地対策でもあるけど、まあなんかバレル結構だいぶの色強いから圧勝対策でもあるのかな。同時にちょっと状況的にこれをひっくり返すのは難しそうですね。まあそれはディーバでも別にいっちゃいんだけど、いや、作詞掛け確かに出したボブカウントあるぜ。どっちにもカウント取れるんだよ。2個2個左を展開した。ミントが崩されたドックス。そうですね、やばいぞこれ。あまりうまく扱うことができません。さあニャム十分なプッシュを見せている。このままさらに距離まで進めていきます。さあここでバレル、ミントが復帰のためにルシオを選択しましたね。タイムのあたりを狙っているか。アルティメットアドバンテージは両者ない状態です。さあとなるとニャムゲーミング、もうここから距離を押せば押すほど OWCS アジアが近づいてくる。さあ復帰がサイドから覗いていますが、ここはバレル追い詰められた。もうあと1回負けたらほぼほぼ負けが確定してしまうような状況ではあります。しかしそのタイミングでデイジー2個押さえ終わってない。さあニャムニャム押すぞこれ。チームキルが間もなくという状況。これはほぼほぼワイプ状況。そしてマジかニャム完全にバレルに対してとどめを打つかのようなプッシュの距離 100m 突破。残り2分13秒。さあバレル運命の際を触れるのはわずか2分。さあ次は KSG レイジが上がります。ただここは先ほどからはいスカーレット活躍している。龍拳が KSG 先にしか、うわ強いよスカーレット。勝ちに行く。フリートフォーカス。そしていける。空中空気は空に逃げた。いやロボットがここはバレル耐えてはいますね。ケイシーと抑えて、やったらケイシーが、あケイシーやね、ロボットがちょっと押されちゃった。117mでのストップ、残り1分40秒。これどうなるんだろうな。勝利を優先しましたので、いやスカーレット強い、スカーレット強い。持ってくのそれ、ね、バレル。バレルかなり苦しい展開。それ持ってくの。ファイステニャムゲーミング、これはもうほぼ勝利と言ってもいいぐらいのリードを獲得している、ね、今 OWCS、KR も含めて KR ジャパンでこれほどのメートル差を埋めた試合はまだ1試合もありません。だなだなだなだメンバー間違えろ。ステージ1では総当たり戦最下位を記録したニャムゲーミングが OWCS アジアの権利をステージ2で獲得しようとしています。残り1分、アルティメットは3つ用意できた。やばい、これもう1回でも負けたら終わりだもんね。だいぶまずいぞ。バレルここからワンミスも許さない。はい、パニックからの仕掛け、ひととびドックスに対する方法バレンチフォーカス。ただ1ストレード、レイジは使ってここはミモザを完全にロックしました。おー、よかったよかった。この戦闘勝てるね。しかしですね、はい、次の集団戦、そうなんだよ、ニャムのアルティメットがやばいんだよ。ほぼ確定で、はい、3つ湧いてきます。そしてこれやばい、5つ湧いてくる。さあでもバレルはこんなところで負けるチームじゃない。それともバレルが奇跡を起こすのか。そしてしかもバレルはここから2連勝以上は確実に必要です。オープンタルレイ先当たりした。ここでうわうまい。いやスカーレットがなんか勝ってんだよね。4番目の中で使えるのはこのワンピックでかすぎる。そしてアナイアレーション、そしてバレルは玉切れだ。やばい、オープンタルレイで一気に引っ掛けていく。ニャム革命を起こす。やばい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 、勝つぞこれマジで。ニャムアナイレーション、さあ決めに来た。ニャム少人数戦逃げ惑う中でクッキーロボットの周りに立ってる。しかしスカーレット、ここはとどめの仕掛け。ニャムベロの周り触っているが2個は決めに来た。しかし残り時間も少ない。龍拳でニャム開いた。さあニャムまさにニャムが運命を切り開いた。バレル撃沈、革命を起こした。ニャム王者を引きずり下ろしました。 OWCS アジアの参加権、そしてオフラインの使用権はニャムゲーミングが獲得。マジか、素晴らしい試合運びでした。ニャムゲーミング